何言うてんすか。おう、あざこちゃん、大事ですよ。じゃあ本日もジェイグリーに来ておりますということで、この間人気だった企画をある方たち来ていただいているので、やろうかなと思っておりまして、皆さんお願いしていいですか。すぐお願いします。ほんまに止まっとるから最初から行こう。おう、あざこちゃん、大事ですよ。じゃあ聞き取れへんやろ。ということで、ジェイグリーに来ております。この間人気だった企画をあるメンバー来ていただいてるので、やらせていただきたいと思います。お願いします。皆さんお願いします。インサイドなしのとにかくやろう。おい言うな、さっきさっきエンディング先取ろう。エンディング先取らん。まだ誰待ってるか分からんから。あ、ちょっともうバシー。あ、危ない痛い。翔平くん NG 出たわ。なんでなんすか、翔平くんが出ないとなの。翔平くんです。翔平くんなんすか。痛っ。ちょっともう。おう、リレムの皆さんです。こんにちは。こんにちは。こんにちは。本日の企画はインサイド禁止鳥かご。インサイド禁止です。笑えませんかさんから依頼来てたよ、これは。あ、いいいい。それいじんでいいね。おう、ということでやっていきましょう。じゃあ笑いませんか。おいおい。あの、パンケーキとホットケーキって同じでいいですよね。全然いいっすよ。何回で終わりなの。20分パスもあったら。これ怖いだ。これ怖いだ。これ怖いこれ。じゃあ行きます。お願いします。いいよ。その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 よっしゃ。早っ。これはパンケーキ交代なんですか。取った人だけ交代なんですか。で、あの、ミスはオールドボーイが出ます。どうやったら終わりなのか。ミアレゲマン、レゲマン、チャッチャッ。ミアレゲマン、レゲマン、チャッチャッ。20本通された。1終わった、終わった。ナイスだ。よっしゃ。やった。いやいや、取られてんすか。1ということで、後撮りです。めちゃめちゃ後撮り。おう、ということで本日の曲は、鳥かご中にブラジャーつけてでも、バレない説っていうことで、まあ、今回ね、多分これはバレないだろうと思って、リゼムさん含めチームマキーカもう全員に誰にも言わずに、あのブラジャーつけて鳥かごしました。あざっす。
おう。まあ、トリカゴしてるんですけど、まあ、その中でブラジャーつけてて、まあ、バレるのかバレないのか、どうなんだいっていうところをやってますので、最後までご覧ください。最後にはおまけの動画もありますので、そちらまで見ていただきたいですね。それでは、ドッキリレッツゴー。シーグ絶対インサイドする。おう。おお。なんか通したやつがいる。ここで言うたで一って。おう。マジゲーム悪いやろてことでってれー実はみんなのドッキリでしたもう全部映ってあこれカメラかあ今日初めてか初めてがあんま分かんないか初めてでも分かるやろ本日のドッキリ、ブラジャーしたまま取りかごしたら気づかれるのかでしたはいみなさん気づいてないですよね皆さん気づいてないです気づかなかったすみません気づかなかったえ、翔平くんだから回してないですかいや、分からないよ普通に撮ってたらあんま気づかれないですよこのブラジャーって結構膨らんでるんですけどサブちゃんぐらいにしようかなお前さ、全部脱いでやってくれよそうこれですよねジャンプから分かんないちょっと暑いから脱ごうみたいなやる前に終わりましたキッジちょっと無理本当に無理近い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 無理怖い怖いブラ取ってもらって無理じゃあ俺太っててこれ届かないですよ無理無理無理怖い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 汚いな背中汚いって言われる背中汚いな先輩にこんなさせてすいません最悪だよく変わったやつ俺撮るからカメラ汗かいてんじゃんはい、携帯本だよ携帯本だよ